大丈夫でしょうか。大丈夫だ、先生がついてるしな。そう、彼女のことは先生に任せましょう。私たちは私たちでやることが残ってる。あれを見て。あれはハーベスターじゃん。再起動されたのか。そのようです。私の起動鍵をあの男が持っていました。こいつ本当にハーベスター社か。ちょっとキャラが違うみたい。この子はビスタエディションより話が分かりそうね。ねえ、もしかしてジャクリさんに交信して大地の心臓を持ってくるように頼んだっていうのはあなたの方？大地の心臓？ジャクリ？違うの？それらは知りませんが、以前ミュールという個体が第一島経由でこの第三島に不正侵入してきたことはあります。その時私はミュールに星を再生するプロジェクト AHPB に携わってほしいという話をしたのです。私たちには星を再生に導くための手法と装置はある。でも肝心の四次性覚醒中核管の作り方がわからなかった。彼女はそれに心当たりがあると言いました。それで何かわかったら教えてほしいとお願いしたのです。なるほど、これでやっとつながった。その四次性覚醒中核管っていうのが大地の心臓のことなんだよ。それは本当？すごい、本当に実在していたのね。でも私にはそれをどうやって使えばいいのか。わからないでしょうね、プログラムがインストールされてないんだから。それよりあなたにしてほしいことがあるわ。今クラスタニアにいるハーベスター社ビスタエディションと交信できる？いいえ、それがさっきから何も感じないんです。やっぱり向こうは完全に停止してるのね。ティリア、惑星再生計画には2つのハーベスター社が必ず必要よ。つまり向こうのハーベスター社を再起動させないといけないの。そのためにはもう一つの起動鍵を見つけなきゃってことだね。そういうこと。というわけでここから出ましょう。こっちのハーベスター社とも話せたしね。